さて、これで邪魔者はいなくなった。団蔵、そろそろ本番といくか。うちはサスケか。サスケ、お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木ノ葉上層部の命令で、内海たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際にすべて喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたんだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは木ノ葉に対する裏切り。それ以上イタチを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。俺が潰す。小僧が付き合い見逃さん。なぜこんなゴミの命を残す必要があったって言うんだ。いかにしこいつはお前の勇気を失敗そのものではないか。ただの小僧ではないということか。消えろ、団蔵。こいつ、わしの勇気を捨てたか。あっ、そっか。僕に染まるその姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。わかったか、俺の絶望はお前の闇をも飲み込む。これが目で語る戦いだ。うちゃをなめるな。自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木ノ葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。
この女はそのための犠牲だ。助けて。動くな、カリン。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。すっか…逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、木の葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏将封印術。そして団蔵から離れろ。結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる木の葉、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思う？なあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。